去年はねプログレッシブバンドで出たんだよね。で今年はパンクバンドだったりして。何それ。あのね、いろいろね曲用意してきたんだけどもね、エフェクターの都合が悪くてねできない曲なんかあったりするんだね。その次でね。でさっき気球飛んだでしょ。あれ実はうちが飛ばす予定だったんだよね。で気球が2つこう繋がって、岩石のポーッと上がっていくはずだったんだよね。高いんだよな、あれ2つ。1個飛ばしちゃって1個割っちゃったのね。であれ高いのね。そんで水素じゃなくてヘリウムとか買ってきてさ、やったんだけどダメだったの。いい、あれシスサイダーのセッティングがあるからね、ちょっと待っててね。次はね、ちょっと待って。飾り窓の出来事のパート2っていうのね。飾り窓っていうのは飾り窓だよ。わかる？ね。わかんない？誰わかんないの？飾り窓が何だかわかんないの？オッケー、じゃあ歌聴いてろな。
足の前の静けさの中指をくわえて招く祖父の夢も破れて人の行き交うわ山本くん。